五代十国時代は中国の唐の滅亡から北宋の成立までの間に黄河流域を中心とした河北、中原を統治した五つの王朝と河中、河南と河北の一部を支配した諸地方政権とが攻防した時代である。北宋が完全に中国を統一した979年が五代十国時代の終わりとされている場合もある。修繕中が 相手より前情を受け、皇領を建国することで、党は滅んだが、それを地方の軍閥たちは認めず各地で自立し、中国は多数の国が乱立する分裂の時代へと突入した。五代という言葉は、北宋の王様を治むによる歴史書五代式に由来し、党の滅亡後に中原を支配した皇領、皇党、皇信、五官、皇州の五つの王朝を指す。 これらの王朝はそれぞれ前の王朝を滅ぼして新たに成立し、中原の唯一の支配者となった。対して、この時期に中原の周辺や中国南部では、大小様々な地方政権が同時期に攻防していた。それらのうち、特に前職、五職、呉、南東、京南、五越、蘇、南関、北関を指して十国という。ただし、十国すべてが、 同時期に存在したわけではない。960年に五大最後の王朝、杭州を滅ぼして成立した北僧は、その後残っていた十国の国々も平定し、979年に北韓を滅ぼして中国を統一した。これによって五大十国時代は完全に終わりを遂げた。五大十国時代が始まる年代としては、唐が完全に滅亡した907年が取られている。 しかし実際には、全国王朝としての党は875年から884年にかけて起きた構想の乱によって滅んでおり、その後は、長安を中心とした関中地域を支配する一、地方政権としての党と、主善中や利活用などの節度姿勢力が併存する、騒乱状態だということができる。そこで、この概略では、構想の乱の時点から説明する。 当の中央政府は755年から763年にかけて起きた暗示の乱により中央政府の統制が弱まった。それに乗じた各地の節度市勢力は自立職を強め自分たちの認知を自らの裁量で収めるようになり遠方の節度市の中には中央に対して納税をしない者も,もいた。これらに対して歴代の皇帝たちは抑制策を考え、 部分的には成功した。しかし、節度子勢力を抑え込むために利用した、官官勢力が今度は力を持ち、政治に溶解して、皇帝の配立すら決定するようになった。こうなると腐敗した、中央政府には、節度子勢力を抑える力が衰え、再び節度子たちは頭をもたげてきた。このような状態の中で、構想の乱が勃発した。政府軍は堕落しきっており、 決して強くない高層軍に対して苦戦し、中には高層軍を撃滅してしまえば、自らの立場が危うくなることを恐れて、手心を加えたものがあったとも言われている。高層軍は、長安を陥落させ、皇帝起草は職へ逃亡した。高層軍は、長安で暴政を敷いて、長安市民の失望を買った。しかし、それでも党政府だけでは、長安を回復する実力はなく、 ここで活躍したのが特決佐田部出身の利活用と高層軍の幹部であったが裏切って東側についた主圧氏でこの二人の奮戦により長安が回復される。しかしこれにより皇帝はその名目を利用されるだけの存在になり果てた。この状況は州の当選以降や古間末期の検定などを考えると近いかと思われる。この時期に中央を争っていたのが 海風を中心に、三島、河南を支配していた、朱全中と新陽を中心に、三世を支配した、李活用である。この他の有力者に、河北を支配した、流人教や先生の一部を支配した、李持貞などがいる。その他の地域でも自立する者は多く、後の十国の元となっている。李活用の軍は、真っ黒な衣服で統一したことから通称、カラス軍と呼ばれ、 戦闘は非常に強かったが粗暴な振る舞いが多く、主前中には勢略で一歩も二歩も置いていかれてしまった。当朝廷を掌握した主前中は皇帝を区別とし、九百七年にはついに禅場を受けて皇僚を建て、ここに唐は完全に滅亡した。九百二十三年頃の勢力地図、主前中が皇帝となると、これに従うことを良しとしない各地の勢力は、 自らも皇帝を名乗った。一方、皇僚と対立することを望まない、カナンの諸国の中には、皇僚に対して、進化としての礼を取る国もあった。主善中の宿敵である、李活用は908年に死去し、後を継いだ、李有次へは皇僚に対して、過劣な攻撃を仕掛けてきた。皇僚の方でも、主善中の失勢、堕落が重なり、次々と領土を奪われる。 さらに主禅中は、後継者を選ぶに際して失敗し、内紛を招いた。それを横目で見ながら、リアリ継江は913年、縁王を名乗っていた、劉ュとヒト教を滅ぼしてその土地を併合。自信をつけた、リアリ継江は923年には、東皇帝を名乗って、都を建国し、さらに、高領の首都を攻め落とし、高領を滅ぼした。リカ用らの理性は、 高層の乱での功績により当朝帝から国政を授けられたものである。これをゆえんとして、昇州は自らを党の後継者と称して、皇党を立てたのである。皇領を滅ぼした後、清を名乗っていた、李持ちや四線を支配していた前職を相次いで滅ぼし、領土を拡大した。しかし昇州は内向きには、党の意光を惜しむかのように落葉へんとし、 主前中が廃止した軍隊に、宦官の観察をつける制度を復活させ、武将たちの不満を買った。この不満が、926年の武将たちによる、立具源の擁立となって現れる。立具源の軍が落葉に迫ると、金軍により総集は殺された。即位した民衆は、宦官の排除、節約などを図り、全国の土地の検知を行って、不公平の是正に努め、 新たな財務機関として三種子を創設した。また、自分のような有力軍人たちによる定義の奪取を繰り返させないように、直属の軍である自衛進軍を創設し、金軍の強化を図った。この三種子は、後の層にも受け継がれている。民衆は、五代の中では、公衆の清掃に次ぐ名君と称えられる。しかし、民衆は、在位わずか七年で病死する。 三男の李重圧がその後を継ぐが、すぐに民衆の義士である李重家によって散脱された。さらに、李重家は、権力の安定を狙って、民衆の女性であり、実力者である石高氏を排除しようとする。石高氏はこれに対抗しようとするが、独力では対抗し得ないと見切った石高氏は、北の喫丹に対して援助を求め、その見返りとして、 エウン16州の活上を約束した。これに応えて、吉丹の大層や率特密は大軍を難化させて、高等を攻め、これを滅亡させた。936年、皇帝に即位して、後進を立てた石高氏は、吉丹に対して侵入し、後進はほとんど吉丹の衛生国家となった。中央の状況を見た、地方勢力は離反して、南の呉に寝返ったり、 反乱を起こす者が続出した。その鎮圧に追われて、ースは942年に病死する。あと、おいの石刺激がついだが、彼の即位は喫丹に対する強硬派によって行われたものであり、強硬外交により喫丹の怒りを買った。946年、喫丹の大層は再び神聖の大軍を難化させ、後進の首都の開封を攻略。石、刺激を捕虜とし、 更進を滅ぼした。梁はそのまま中国を支配下としようとしたが、蛮族と見下していた吉丹族に支配されることを嫌った、開封の住民は抵抗した。また、寮の本土では中国支配に対する反対意見が強く、困難を悟った大僧は北へ引き返し、途上で美容死した。それを傍観していた石高氏の元側近の寮。 知縁は、自らの認知である信用で947年に、皇帝に即位して、五冠を立て、軍を南化させて、同年に開封を占領した。しかし、劉知縁は、翌年に死去し、次男の劉昌優がその後を継ぐ。妖帝を担いだ側近たちは有力者の排除を図り、次々と軍人たちを中殺していった。反乱の鎮圧に出ていて、これを免れた。 数密氏の角武氏は、自らも宿清を逃れることは、不可能と感じて、兵を挙げ、海風を攻め落とし、自らの忠殺を企んだ側近たちを一掃した。その後、一時は、劉将、優のいとこにあたる劉院を擁立しようとしたが、考えを改めて、劉院を殺し、951年に自ら即位し、公衆を立てた。それから間もなく、劉印の父の劉隆氏は、 信用の地で自立し、北館を建国した。即位した大祖、各武氏は内政に意を尽くし、刑罰の緩は自作能の要請、税制の不公平の是正などの政策を行い、相次ぐ戦乱で荒廃した中原の復興を行った。この蓄積をもとに、統一の待望を燃やしたのが、954年に即位した芝久氏である。 清掃は古代の中で随一の名軍とされる。清掃がまず言ったことは、自立性の強い軍人たちを抑えることである。その軍人たちを抑える目的で作っていた自衛新軍が強大化しすぎていたために一旦これを分割して、都の全軍を創設し、これを強化して、節度士も、金軍司令官も皇帝に対抗できないようにした。その兵力をもとに、南東五色、 北間、領などを攻め、領土の一部を奪い取った。中でも南島から奪った土地は、塩の産地として、極めて重要な地域であり、この地を抑えたことで、南島の生殺予奪権を掌握したと言ってもよい。また軍事費を捻出するために、廃物運動を行った。中国では、三部一州の法難といわれる、廃物運動が行われており、一州が、清掃のことである。 当時は、税金のガレのために非課税の僧侶になる者も,も多く、これらから徴税することで、大きな収入が見込めた。また当時は貨幣をいるための銅が不足していたが、仏像などを言いつぶして、再利用し、終元通報という銅線を鋳造した。統一への道を突き進んでいた、清掃だったが、959年に遠征から帰る、途上で美容師する。十国の中で最も強大なのは、 中国でも最も豊かな地帯に寄った子であった。建国者の陽光ひそかは、軍刀から身を起こして、洋州一帯を制圧。一時は、北の高領と互角に争い合うほどの勢力を誇った。しかし呉れでは、洋行密の死後は、配下の除圧師の力が大きくなり、最終的に除圧師の洋死の除致行によって散脱される。除致行は散脱後に名前を変えて、 リと名乗り、唐の後継者を自称して、国号を党とした。後世の歴史家からは、南党と呼ばれる。同時期に、南の石膏では、五越が勢力を張った。建国者の占流は、塩都から身を起こし、石膏一帯を制圧した。北に強大な呉、南党と対峙していたので、常に、北の五大諸国に対して侵入することで、呉、南党に対抗していた。 五越の南の福建では、伊部群雪土地の王新地がこの地を制圧して、お立てていた。王新地は内政に努め、福建の生産力を飛躍的に向上させた。しかし王新地の死後は、内紛が起こり、そこに付け込んだ南東によって945年に滅ぼされる。西に目を向けると、湖北には、京南、湖南には、蘇、関東には、南関が拡挙していた。 ケ南は十国の中でも最小の国で周辺諸国すべてに対して侵入して交易の中継点として栄えた。そは茶の貿易で栄えた国で建国者の馬印の在世時には経済的に大いに振るったが死後の内紛につけ込まれ951年に南東によって滅ぼされた。南韓の統治者の流印はアラブ系と言われておりその宮廷では 戦乱の五代十国では珍しく文官の力が強かった。しかし後期にはその政治も堕落し、関岸政治へと変質した。四川は、洋州と並んで豊かな土地であり、天賦と称されていた。ここに割挙したのが前、蜀、五諸の領職政権である。前蜀の建国者の王権は、元は、仕事だったが、四川に入って、ここを制圧し、 当地の豊かな物産をもとに、文人の保護や、継所の印刷を行うなど、文化的施策を行った。前職は925年、高等によって滅ぼされる。その後、この地の当地を任された武将の毛友義が自立して934年に、後、職を建てた。後職は前、職と同じく文化振興に力を入れ、特に、当末期からの死を集めた。 花冠衆の編纂はこの時代の文化を伝える上で大きく貢献した。中原の五代王朝は旧統王朝の半島の6割を抑えていたが、国内情勢の不安定さに加えて喫煙などの外敵も抱えており、十国の平定に乗り出せる状況ではなく、不安定な勢力の均衡が保たれていた。だが、五代最後の公衆が、京南。 南東領の侵食を始めると、その均衡は一気に崩壊することになる。劉隆氏によって建てられた北関は中原を支配することができなかったため、五代ではなく十国の一つに数えられる。大元を首都とし、現在の山西省北部を支配した。北関は国力が少なかったために、公州に対抗するために領の援助を求め、事実上は領の衛生国家となった。 領の兵力によって、甲州に対して、優位を保ったこともあるが、それは一時的なものに、とどまった。甲州の後を継いで、北宋が成立すると、北宋の圧力によって国内は混乱し、979年には、ついに、北宋に屈して、北館は滅びた。清宋の後を継いだのは、わずか7歳の柴州君である。この状況を見た北漢は、の後を受けて、 甲州に対して進攻してきた。これを討伐に出たのが、清掃一の側近であった殿前都点検の長教員である。要定をいただいて、領と戦うことに不安を覚えた軍人たちは、途中で長教員を強引に擁立した。首都の開封に入った長教員は、柴隆君を保護して、禅定を受け、僧を立てた。五代では、禅定はいくつも起きたが、 これまでの前条では譲った皇帝は後になって逆襲されることを恐れて殺されるのが当たり前であった。しかし柴総君は無事に生涯を全うし、芝隆君の子孫は南宋の滅亡まで手厚く保護されている。大宗はそれまでの軍人が政治を取る五代の傾向を改めて文字主義を打ち出した。過去の整備、地方の軍隊の弱体化と中央軍の強化、 節度試食の無力化などを行い、内部を固めた大層は、清掃の路線を引き継いで統一への道を歩み始める。まず、963年に、中国大陸の中央部の用地である湖北の茨南を併合した。このことで十国は、東と西に分離され、団結して、僧に対抗することが難しくなった。ついで六十五年に、四川の後、諸を併合し、 当地の豊かな物産を強奪して、戦費を補充し、971年には、関東を支配する南関を滅ぼした。そして975年、河南における最大勢力の南東を滅ぼす。これで残るのは、北の北関と南の越だけとなったが、大祖は、唐突に病死した。これには弟であり、第二代皇帝大祖となる、張美義氏による毒殺も疑われている。 大層は、大層の方針を受け継いで統一を進め、978年に五越を平頓し、979年に北韓を滅ぼして、ついに統一を完成した。党の滅亡から72年後のことである。五代十国時代に関しては、北宋成立直後に、節巨星らが生死である。五代史が編纂されたが、後に王陽治むが、 春秋の筆法の影響を強く受けた古代式を表した。これが王よ治むの没後に国古間に治められて認められて大いに広まったことから金では1207年に古代式のみを正式な聖子として扱うこととした。古代史は南宋では引き続き聖子であったものの実際にはほとんど帰り見られなくなりついには散逸してしまうほどであった。 真の時代に五代式は、聖子に加えられて、新五代氏と改められ、三逸後に永楽大典など様々な文献をもとに復元された五代氏は、旧五代氏と呼ばれるようになった。王陽治むはこの時代を、唐の衰退によって天下は分離し、戦争や飢饉が人々を苦しめ、秩序が乱れた時代であると解した。すなわち、 政治の失敗による秩序の崩壊と天下が分裂した状態が表裏一体となって展開された乱利の時代であったというのである。この考えは芝光の史実眼によって継承され、後世の歴史観へとつながった。明の維新である王府のは、五代の王朝をたまたま等の経由を支配した勢力に過ぎないとし、王朝として認めること自体を否定しているが、基本的には、 宋代の歴史観に沿っている。王洋治むや芝光らによる宋代の歴史観は、天下に複数の国家が存在することを認めず、その時代そのものを秩序のない時代として否定的に捉える一方で、統一された天下のみが正しい世界であり、それを実現した宋王朝を評価するという、中国における天下の概念に強く影響されている。例えば、 十国という地方政権の数え方も、北総成立直後に成立した旧五大史では確認できず、王様を治むより少し前の人物である、道ぶりが編纂した諸国に関する歴史書も北すわを除いた旧国史だった。京南を加えた十国の書出もやはり五大式記であり、その後朝廷に献上された旧国史も北すわへの文が追記されている。南、 平王、京、南節土市のコースへ置き及びその子孫は、世襲を行い、宋の軍事力によって統一され、統一後は、他の諸国の王と同様の待遇を得ているものの、実態としては、中央政府も、父任命権も持たない五代の節土市でしかなかった。だが、こうした曖昧な存在を無秩序の象徴として嫌った王洋治は、北諏訪を数え上げて、十国にしたと言われている。 こうした一連の歴史観は日本におけるこの時代への見方にも少なからぬ影響を与えている。東欧朝から五代十国時代を経て統一国家を実現した総王朝は五代やその前の東欧朝依然とも異なる中央集権体制と文字主義を確立し経済や社会、文化にも大きな変化をもたらした。五代十国時代はこうした変革の中の過渡期と 位置づけられて、こうした観点から研究が行われることが多い。もともとの意味名は、京吉であったが、兄が皇帝になったので、引きして、三吉とした。ABC 山崎聡氏、五代政治史研究の成果と課題序賞。ハット ABC 山崎聡氏、五代の中国と平王。ありがとうございます。